コンビニ大手のファミリーマートが去年4月から取り組んでいるフードドライブの実施店舗が1000店舗を突破しました。フードドライブは家庭にある食べきれない食品を自治体や NPO を通じて支援が必要な人に提供する取り組みです。今日はちょうど1000店舗目の実施店となった豊橋市の豊橋前田2丁目店で、集められた食品が地元で子ども食堂を運営するボランティア団体などに手渡されました。子どもたちが非常に喜ぶ商品を、必要なものを数多く届けていただけるということで非常に感謝しております。ファミマフードドライブは全国1015店舗で実施されているということです。